シャルロッテ・クリスティーネ・ホン・ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテルは、ロシアの皇族、アレクセイ・ペトロビチ大公の日、ピョートル・ニセイの母、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル公・公ルートビヒルドルフと、その妻である、エッティンゲン・エッティンゲン・公女、クリスティーネ・ルイーゼの次女として、ブラウンシュバイクで生まれた。姉、エリーザベト・クリスティーネは神聖ローマ皇帝カール六世の皇后。マリア・テレジアは名にあたる。 また、イヴァン六世は、老い、アントン・ウルリヒの子である。1711年10月25日、トルガウでアレクセイと結婚。シャルロッテは生教への改修を強制されず、ルター派のままでいて良いと許された。その代わり、生まれる子供たちは、生教徒として育てることに同意した。アレクセイは、 はじめから結婚に気が進まず、結婚後もシャルロッテのことをアバタガオ、痩せポチと公言して、彼女を公の場で無視した。1714年、長女ナターリアを出産。アレクセイは、フィンランド人の愛称アフロシニアと宮殿で暮らし、妻子を帰り見なかった。長男ピョートルを出産後、シャルロッテはサンクトペテルブルクで休死した。後、七百十五年に、 シャルロッテは死なず、北、アメリカに逃れ、モーリシャス島へ渡ったという伝説が生まれた。ありがとうございます。